のリズピロリンです。スザンヌです。今日はね、チャン君のドラマの中のベストカップル5位を選びたいと思います。イエーイ。もうね、今日はスザンヌと2人でもう誰が一番チャン君と似合ってたかっていうのを ね考えてみました。でそれで5位か5人順位をつけてみたのでお楽しみに誰が1位になるか、はい、もうでもなんだかちょっとどう、もう皆さん分かってるだろ。ね、私らの思考ってもういつも一緒やもん ね、 ね、好きなの大体分かってくれてるよ ね、 分かってるからね。なんですけど、私たちがまあこういうこの人とくっついてくれるといいよね、うん、っていう目線で、うん、見てもらえたら一番いい、ね、この人とやったら最終1位になる人とやったら結婚してもいいかなみたいな ね見てほしいと思います、はい、それでは5位から行ってみようと思います、はい、それでは5位は笑ってトンヘのもうジュンちゃんとチャン君のカップルです。イエーイ。笑ってトンヘ、スザンヌ実は見たことないよね。私は見てないんでね。で笑ってトンヘはね、もうチャン君はもうまだものすごくういういしい、もうめっちゃ一生懸命やってますって感じで、で何がって、なんでこれを私は5位に選んだかというと、すごいね、なんかういういしいカップルな2人とも、でそこがちょっとお似合いかなと思って選んでみました。まあ2人とも田舎から出てきてて、まあ、田舎から出てきたわけ違うやろうけど、なんかアメリカから帰ってきたよね、ちゃん君はね。なんですけど、まだその頃のちゃん君はなんだかまだそんな感じの、もうそんな都会的ではない。あ、そうなんですね、うん、なんかそういう2人っていう感じでね、ぴったりかなと思いました。私もまあ1回見てみますね、はい、機会があれば。それでは第4位、怪しいパートナーのナムジヒョンちゃんとチャン君のカップルです。イエーイ。どうするのこれは。まあ、やっぱりいつもかかっ、うん、テレビをつけるとかかってる状態なんで、うん、なんか最初はあれと思ったんだけど、うん、もう20回ぐらい見てるから、なんとなくなんかそうね、なんかね、正直言います、うん、すいません、チャン君ファンの反論、うん、すいません、うん、ごめんなさい、はい、先に謝っときます、はい、謝っときます。私も初めナムジヒョンちゃんね、実はあんまり好みじゃなかったんです、うんうん、ね、うん、でなんだかチャン君と似合ってらっしゃるってね、うん、まあ、自分の顔見よって言うんやけども、まあ、思ってたんですけど、うん、スザンヌにも初め言ったんですけど、スザンヌ初めね、なんかその怪しいパートナーいまいちやわーってスザンヌも言うてたよね。そう、初めはね、でなんだかナムジヒョンちゃんとそのチャン君が合ってないような気がするって言うてたんですけど、あれで3回ぐらい見たらね、どんどんなんかね合ってるような気してくるのね。ナムジヒョンちゃん、うん、性格がね、なんか性格がね、明るいしね、なんだかチャン君好きっていうのがね、すごいわかる。なんかチャン君のことを大切に思ってるというか、なんかすごく尊敬してるっていう感じがすごくわかるんで、いろいろ見ていくと、あ、ナムジヒョンちゃんいいなって思うようになってきて、見るたびにね、これはね、噛めば噛むほど良くなってくるナムジヒョンちゃんって感じっていうのをね、このドラマでね、分からせてもらったね。すいません、ナムジヒョンちゃん初め悪口言って、でも大好きなんで、ということで、このナムジヒョンちゃんとチャン君のカップル第4位になりました、はい、それでは第3位はね、ヒーラーのパクミンヒョンちゃんです。イエーイ。もうね、このパクミンヒョンちゃん、実はちょっと正直に言います、今日もう私の正直な気持ちいっぱい聞いてください。実はね、パクミンヒョンちゃんね、私ね結構好きなんですよ、うん、好きで、うん、いろんなドラマ見てきて、うん、今までチャン君のヒーラーと、うん、キムビショと、うん、それと彼女の私生活を
見てるんですけど、その中ではどっちかというとチャン君とのヒーラーよりもちょっとキム・ビショとのパク・ソジュンとの方がなんだかベストカップルなのかなっていうイメージがね、ある、私もあるよね。どっちかって言ったらパク・ソジュンさんとパク・ミニョンちゃんのカップルはすごいなんかなんだかね、あのお似合いだったね。どうなんだろう、チャン君これあのパク・ミニョンちゃんの方が先輩、一つ年上だから先輩になるんかな。なんでちょっと気使ってるんだね、チャン君的には。そうなんかな、なのかな、なのかな、なんかね、なんだか、まあ、パクミニョンちゃんは好きなんですけど、あとはこれ、この時ショートヘアやしね、うん、なんかイメージが全然違うね。エレガントな感じのロングヘアの時とは全然まだイメージが違うんで、ね、実はもうそれで3人になっちゃってね。そうですね。ねえ。でもスザンヌはどうなん、パクミニョンちゃん。パクミニョンちゃんは私はヒーラーと、うん、キムヒソしか見たことはないんだけど、まあ、だからこの2つしか見てないから余計に思うのかな、やっぱりなんか比べちゃうと、うん、パクソジュンさんとのそのキムヒソの感じがすごい良かったから、うん、でもパクミニョンちゃんええよな、いや考えてみたらね、パクミニョンちゃんってなんかイケメントばっかりね、うん、チャン君でパクソジュン、うん、そして、イーミーホ、なんかね、いろんなイケメンとなんだかやってるよ ね、 やってるよね。なんかめっちゃ羨ましいよ ね、 いいよ ね、 ね、まあまあそれだけただの羨ましがちになるんですけどで、まあ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 、でもチャン君とは3位っていう感じですよ ね、 ね。それではチャン君のドラマベストカップル賞第2位、ケイツーの少女時代のユナちゃんです。イエーイ。どう、スザンヌ。これはすごい、なんか初めて見た時、あ、なんかお似合いやなと思った、うん、一見見た目ものすごくお似合いよ ね、 ね、この2人、ね、うん、でもなんか見てるうちに、ま、友人さんとになんかこう気持ちが年齢的にね、うん、持っていかれたんで、あ、友人さんとだと思ったんだけど、まあ、まあ、でもユナさんとはお似合い、また別物、ね、なんか別物でね、うん、なんかその、あのドラマの中でうんぬんとかじゃなくって、なんだか2人の立ち姿がお似合いっていう感じ、そうそう、ね、美男美女っていうところが ね、 ね、なんかすごい似合いよね、うん、綺麗よね、綺麗よね、なんかユナもスッとやってるし、うん、なんか ね、 ね、綺麗だし、うん、チャン君とお似合いは誰って言われたら、まあまあ2位はやっぱりユナかなって感じよ ね、 ね、でなんか立ち姿がね、やっぱあの2人はお似合いかなと思ったんで、うん、身長もね、うん、なんで、2位にはユナを選んでみました、うん、もうここまで来たらね、1位誰か分かるよね。もう1位はね、もうね、正直ね、顔も女の子の顔も私たちのもう超好み、もう超好みなんです、なので、ね、もう皆さん分かってらっしゃると思うんですが、はい、発表しますそれでは第1位は、都会の男女の恋愛法のキム・ジヨンちゃんです。イエーイ。このキムジヨンちゃんかわいい、かわいいね、まあ、あの綺麗よ、みんなみんな綺麗、ね、あのナムジヒョンちゃんも綺麗やし、うん、パクミニョンちゃんもユナも綺麗やけども、うん、もうその中でも私とスザンヌがもうピカイチをね選んで、もう顔がとにかくタイプね、うん、もうあの子はさ、今まで相続者たちとかでも見ても、うん、めっちゃ可愛かった、めっちゃ可愛かった。相続者見た時はなんか、なんか沢尻エリカと似てってると思ったし、そ、ね、うんうん、その都会の男女の恋愛の時はなんか北川景子、そうやね、私は日本で一番この2人の顔が好きなんです沢尻エリカちゃんが北川景子ちゃんになりたいと思った。あ、その2人好きやもんね、北川景子と沢尻エリカと、エリカちゃんの顔がどっちも好きなんで、ね、顔が好きなんでね、もともとキム・ジヨンちゃんの顔がタイプなんですよね、うんうん、まあもうこのキム・ジヨンちゃんとチャン君とやるって聞いた時めっちゃ嬉しかったもんね、嬉しかった、ね、そしてこの2人はくっついてしまうんじゃないかしらって思いが、もうチャン君も絶対あの顔近くで見たらさ、なんかいや可愛いって前が思ってたやろね、思ってたと思うけどな、ねえ、いやー、なんか
私はいいかなと思うんですけど、うん、私もいいかなと思います。ね、うん、でもチャン君どっちかって言ったらさ、うん、なんか女優さんじゃない人と結婚しそうだけど、まあね、しそうですよ ね、 ね、うんうん、なんだかあの女がいいって思うちょっと、うん、ちょっと落ち着いた感じの、うん、ちょっと地味な感じの子と結婚するんですけどな、ね、しそうな、だってもちゃんくんなんか自分の顔がさ、うん、結構もう綺麗じゃない、うんうんね、もう相手の顔な、うん、そんなそこまで求めへん、ね、そんなことない。いやそれやったら私あかんとかね、でも、まあ、なんとなくこう性格を重視、うん、自分の気が合うっていう、その外見じゃなくて、うん、そういう人を選びそうね、選びそうね、うん、でもなんか結構さ、キーも合ってたもんね。合ってたもん ね、 ね、うん、なのでなんか、うん、熱愛とかないかなって、まあ、ちゃんくんファンに怒られますけど、いいかなって思うぐらいキムジヨンちゃんは可愛いと思うんで、うん、今回1位に選ばせていただきました。もう皆さんどうなんでしょうね、あの皆さんやっぱり好みあるんで、うん、まねまあ、私とスザンヌはもうこれ、うん、ほぼ一緒やったね、 1でこの1位から5位まで、まあ、5位はスタートね、うん、あの当編は見てない、ね、見てないんであるんですけど、うんうんうん、この5人選びました、うんうん、ね、なのであの皆さんのもし私なら誰がいいっていうの、うん、1位が3位までとか教えてもらえたらまた嬉しいね、嬉しいね、ね、うん、皆さんの意見もお待ちしてます。ということで今日はチャン君とのベストカップルドラマ1位から5位まで紹介させていただきました。今日の動画少しでも面白かったという方は高評価、チャンネル登録、コメントで応援していただけるとすごく嬉しいです。皆さんの1位から3位ぐらいでもいいんで、あのぜひ教えてください。皆さんのコメントお待ちしてます。ノリーズピロリンでした。スザンヌでした。